こんにちは、バーバです。今日はこのカーネーションの折り方をご紹介します。このようにラッピングされた形の可愛らしいカーネーションです。では早速作っていきましょう。今回用意する折り紙は、まずカーネーションの部分に15センチ四方の折り紙が1枚、外側のラッピングの部分に同じく15センチ四方の折り紙が1枚、そしてこの飾りのリボンの部分に15センチ×3.7センチの折り紙が1枚になります。このリボンの折り紙のサイズは通常の15センチ四方の折り紙の4分の1の大きさに切り取って作ってください。あと他にハサミと糊を用意しておいてください。まずカーネーションの部分から作っていきます。色の面を上に置いた状態で、まず半分に折って折り筋をつけます。開きます。反対側も半分に折ります。開きます。右の縁と左の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うように折ります。さらに両側の縁が中心に合うように折ります。このように折ったら一度開きます。そして中心の折り筋がここですが、この中心の折り筋の一つ隣の折り筋で外側の縁をこのように内側に折り込みます。そして今折った右の折り目のすぐ左隣のここの折り筋でさらに外側にこのように折り返します。次はここの折り目、中心の折り目の一つ左隣の折り目で左を右に折ります。そしてこの折り目のすぐ右隣の折り筋でこの部分を左に折り返します。そしてここの縦の折り筋で外側の縁をそれぞれ中心に合わせて折ります。ここまで折れたら次は中心でさらに半分に折ります。そしてここに横に折り筋が入っていますが、この折り筋で下の縁を上の縁に合わせるように折り上げます。
そうしたら次はこの縁の部分をギザギザに切り取っていきます。このような感じに山が2つできるような感じにギザギザに切ります。ハサミを用意して今描いた線の通りに切り取っていきます。このように切り取れたら、半分に折れている部分を一度開いて、もう一度開きます。ここまで開いたら、次は上の縁のこのギザギザの角が中心の折り筋に合うように折り下げます。開きます。そして今横にここに折り筋が入りましたが、この折り筋の中心のこの部分とこの上のここの角、この角と角を結ぶ線で一番上の1枚だけこのように外側に広げるように折っていきます。次はちょうどこの横から見るとこのように折り目と折り目の間がこのように開くようになっていますが、ここに指を入れるような感じでこの間を広げて、この折り目の中心のところからこのように広げております。ちょうどこの中心とここの角を結ぶ斜めの線で折って、下の部分はこう斜めに広がってきますが、そのまま折っておきます。こちらも同じように折っていきます。まず中心とここの左上の角を結ぶ線で一番上の1枚だけこのように折っておいて、次はこの間に指を入れるようにして広げて、この中心とここの角を結ぶ線でこのように広げております。このように折れたら次は下の縁を上に折り上げていきます。上の縁から少し下がった部分に下の縁が来るように折り上げてください。次はここの中心、この部分で上の縁を下に折り下げます。ちょうどこの中心に合う位置でここで折ります。次はこの部分を広げて折っていきますが、この横から見た時にここに2つ折り目が山があって、この2つの折り目の間に指を入れるようにするとこのように
開いて折ることができます。自然とこのように広げて折ってください。こちらも同じようにこの間に山と山の間に指を入れるようにして広げて自然とこのように広げて折ります。カーネーションの形が見えてきました。裏返します。そしてこの中心、下の縁の中心とここの花びらのこの角、このあたりを結ぶ線、このような斜めの線で角を内側に折り込みます。反対側も同じように下の中心とここの角を結ぶ斜めの線で角を内側に折り込みます。そしてこの部分が開くのでのり付けして固定しておきます。のりを用意してここにのりをつけて、このようにして折り目を固定しておきます。これでカーネーションの花の部分が完成しました。次に飾りのリボンの部分を作っていきます。まず白の面を上にこのように横向きで置いて半分に折ります。広げて、そして外側の縁が中心の折り筋に合うように折ります。縁と縁が合うように半分に折ります。さらに半分に折ります。開きます。そして中心の折り目がここの折り筋に合うように折ります。開きます。そして次はここの外側の縁を このような角度で切っていきます。ハサミを用意して縁をこのように切ります。
ここまで切ったら一度開いて、そしてこの上の部分だけ半分に折れているところを開きます。中心の折り目の一つ右隣のここの折り目で右側の部分を一度左に折ります。そしてここの折り筋のここの下の縁のところと、この折り目と折り目のこの中心ぐらい、この折り目のところと折り筋と折り目の中心ぐらいのこのような斜めの線で左の部分を右に折り返します。次はここに3本折り筋がありますが、この3本の折り筋の真ん中のこの折り筋で左の部分を右に折ります。そしてちょうどこの下の縁の中心のところ、この部分とこの折り筋とここの折り目の真ん中あたり、ここを結ぶ斜めの線で右に来た部分を左に折り返します。ちょうどこの角と角はぴったり合う感じで、右のこの角度と左のこの斜めの角度がちょうど揃うようにバランスを見て折ってください。ここまで折れたら次はこの白い部分の横に1本折り筋が入っているので、この折り筋で上の部分を下に折り下げて、そうするとこのここの部分が浮き上がってきますが、ここは自然とこの角から角からこのように斜めに折れるように、このように広げて折っておきます。こちらも同じようにここの折り目で上の部分を下に折り下げて、この浮いてきた部分は左上の角からこのように広げて折りたたみます。そしてこの横にあるここの折り筋で上の縁を下に折り下げます。これを表に返すとリボンの完成です。最後にここのラッピングの部分を作っていきます。白の面を上に置いて、横の縁を内側に折って、ちょうど3等分の幅になるように折ります。このように左と右から3等分の幅になるようにこのような形に折ります。そして
先ほどできたカーネーションを入れて、ここにリボンをつけて、これで完成になります。カーネーションは最初に見本でお見せしたように、カーネーション一つだけでも素敵ですけれども、たくさん作って このようにたくさんのカーネーションを使ってもとても豪華な仕上がりになります。まずカーネーションの裏にのり付けして、位置を決めて貼っていきます。今回はカーネーションをたくさん入れておきます。このラッピングの部分も動かないように貼っておきます。リボンも貼って、これでカーネーションの完成です。花をたくさん入れるととても豪華な花束になります。母の日のプレゼントに作るととても喜ばれると思います。平面のタイプなので飾り付けとしてもとても素敵だと思います。ぜひこのカーネーションの花束作ってみてください。